歌航空772便爆破事件とは、フランスの民間航空機に対し、リビアのテロリストによって行われた、航空テロ事件である。歌機の飛行経路1989年9月19日、コンゴ共和国ブラザビルを出発し、チャドンジャメナとフランスマルセイを経由して、パリに向かう予定であった、歌航空772便が、ジャメナの空港を離陸後、 3万5五千フィートを巡航中に貨物室内で爆発が発生し、操縦席付近が最初に分断した。胴体などの主要部分は、ジャメナの北西約650キロメートルにジェール、中部ビルマ付近のサハラ砂漠に現地時間の午後1時35分頃に墜落した。この事故で、乗員14名、乗客156名の合わせて170名、全員が死亡した。 また広い範囲に機体の残骸が散乱していた。ブラザビルで登場し、ジャメナで降りた乗客が持ち込んだ手荷物のスーツケースが爆発したためと推測されている。これは残骸から高性能爆弾ペンスリットが検出されたためである。この事件はフランス当局はリビアによって引き起こされたテロ事件としている。動機としてチャドに対するフランスの軍事的関与に対するリビアの 反発があったとされる。このため、リビア人5名がテロに関与したとして告発され、2003年になって、リビア政府は事件に対する法的責任を認め、事件の犠牲者の家族に対して保償を行った。ありがとうございます。